追起訴するかどうか、これはあの検察官のまあ自由ですけれども、身柄を拘束するということはそれと同列ではありません。つまり保釈中ということはですね、裁判所によって保釈条件に適合していると、つまり繰り返しますが逃亡の恐れもなければ証拠隠滅する恐れもないということが確認されているわけですから、だからその保釈中の被告人を逮捕するというのは全くの別個の事件でもあれば別ですけれども、一連の事件でもありえないことなんです。それをあえてやったということについて我々としては強く抗議したいと思います。ツイッターを通じてですね、4月の11日にここでその記者会見をして自分の考えていること、自分の思っていることを全部お話したいということを広く知らせました。結果的に一種の口封じといいますか、この会見がこの逮捕によって妨害されるということになりました。逮捕に伴う捜索押収としてゴーンさんは持っていた電話であるとか、あるいはその書類であるとか、ノートであるとか、日記であるとか、全部持って帰りました。ゴーンさんはこれまで3回逮捕されているわけですから、問題になっているその10年ぐらい前の案件についてのですね、関連するものはとっくの昔全部持ってかれています。今回のその逮捕の時というのは、その制限住居のですね、狭い家の中に持ってた裁判のための資料とか、そういうものばかりです。それを全部持っていくということは、一体ですね、合理性があるのか、許されるのか、これは明らかなですね、防御権侵害である、弁護権侵害だと思います。同時に、今回、たまたまその奥さんが一緒にいたということで、ゴーンさんの奥さんのパスポートだとか、携帯電話とか、検察は全部それを押収して持ってきました。ゴーンさんの奥さんは容疑者でもありません。にもかかわらずですね、そういったパスポートからですね、携帯電話で全部押収していったということは一体許されるんでしょうか。今回の逮捕ということが法律の趣旨に反する、あるいは法律の定めたところに反するものだというふうに考えておりますし、もうその文明国としてはですね、あってはならない暴挙であるというふうに思っています。ゴーンさんに対してはその圧力をかける、屈服させるということもあると思いますし、それからゴーンさんの自由な発言を封じるということもあると思いますし、それから3つ目、逮捕をしなければですね、持っていけないようなものを全部持っていったと。で、狙いは今言った検察官としてはそういう3点ではないかというふうに私どもとしては思っています。我々再逮捕あり得ると思っていましたので、ゴーンさんの方ではその場合に備えた動画の形でですね、11日に話すのと全く同じかどうかは分かりませんが、ゴーンさんとしてその最低限言うべきステートメントはですね、動画として記録して、それは公開する予定があります。